イーゴリ一世は、キエフ公国の大公。ルーシの祖というべき、リ陸の子とされるが、リ陸の子ではないという説もある。オレグ摂政の死後、キエフ大公国の支配者となった。治世当初は、バイキングあるいはバリアーグの、同族オレグが幼いイーゴリ一世の摂政を、引き受けていた。現初年代記によれば、イーゴリ一世を擁するオレグは南方に進撃し、 ルーシの中心をノブゴロドからキエフに移した。その際、キエフを支配していたアスコルドとジールを関係により、殺害したとされる。イーゴリ一世の代は、キエフ公国のスラブ化が進んだ時期であり、もし、流陸の子でないとすれば、東、スラブ人初の君主である、可能性も高い。彼の配下には、バイキングの精鋭が多数含まれていたが、彼自身には、 あまりバイキング的支出はなかったようである。903年頃に、被災として、オリガを、プスコフから迎える。910年代には、摂政オレグに代わり軍部に服す。その後、周辺部族を平定し、効能を犯した。この頃、東方より有望区民のペチェネフが現れ、以後、キエフ公国との抗争が開始されることとなる。941年に、 戦石の船を引いて東ローマ帝国に遠征した。当時東ローマ軍は東部属州に遠征中、海軍の大半も地中海や国海を巡航中であり、帝国の首都コンスタンティノープルは守りが手薄な状態だった。だが迎える東ローマ側は残された15隻の老朽船を修理して出撃し、キエフ艦隊にギリシアの火を浴びせた。 キエフの軍船は次々と炎上し、不利と見たイーゴリ一世は国海に逃れ、国海沿岸の諸都市を次々と攻略し、住民を殺戮した。キリスト教の司祭や修道士は特に残酷に取り扱われ、兵士の訓練の的とされたり、頭に釘を打ち込まれた者もいたという。だが上陸したキエフ軍は、東ローマ海軍に退路を封鎖された挙句。 ギリシャの火の攻撃を受けほぼ全艦隊が炎上した。イーゴリ一世は辛く物逃れたが、捕らえられた生き残りの兵士は、コンスタンティノープルに連行され、囚人監視の下で処刑された。944年、イーゴリ一世は、東ローマ帝国と講和し、新たな条約を結ぶ。ただし今回は、オレグが締結した前回の条約に比べルーシの商人の権利が制限。 されるなどの不利な内容となった。イーゴリの最後先代のオレグの時代より、キエフは、ウクライナ地方の部族に巡回じるし密義を要求していた。そのうちの一部族、ドレブラーネ族は、その待遇に不満を持ち、オレグの死の直後に放棄をした経緯がある。イーゴリ一世の知性に、彼らは、平静を保っていたが、ドレブラーネ族の長、 丸は943年頃剣能を送るのを止め、イーゴリ一世の使者にも反抗的態度を取る。945年、イーゴリ一世は自ら兵を引き、ドレブラーネ族の本拠地、イスコロステニに侵軍した。これを受けた丸は降伏し、自ら剣能金を支払った。だが勝利におった、イーゴリ一世は兵士らを帰国させ、自身はイスコロステニに泊まり、 罰金として、さらなる権能金を要求する。丸は許しを乞い、財産の残りを確かめていただきたいとの口実で彼を宝物像に誘い込み、さらに自身の手勢を引き込んで、イーゴリ一世を暗殺した。ビザンティンの歴史家、レオン・ディアノコスの記録によれば、イーゴリ一世は日本のカバの木の間に縛り付けられ、たわめた木の弾力を利用した方法で、八つ咲きの刑に処されたという。 イーゴリ一世の後を、幼少の息子、スビアトスラフ一世が継ぎ、オリガが殺傷となった。オリガは、夫の敵である丸ハジめドレブラーネ族を殺戮し、イスコロステニーの町を焼き払った。ありがとうございます。